入院時食事療養費、1日3食限度、一般所得者1食490円、指定難病患者1食280円、低所得者に、市町村民税非課税世帯の者等のうち低所得者1以外の者。減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日以下の者は1食230円、90日を超える者は1食180円。低所得者1、70歳以上の一定の低所得者、市町村民税の基準所得各種控除後の所得がない者は1食110円。入院時生活療養費、一般は1日370円、指定難病患者は1日0円。入院時食事療養費、1日3食限度、一般所得者1食490円、指定難病患者1食280円、低所得者に、市町村民税非課税世帯の者等のうち低所得者1以外の者。減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日以下の者は1食230円、90日を超える者は1食180円。低所得者1、70歳以上の一定の低所得者、市町村民税の基準所得各種控除後の所得がない者は1食110円。入院時生活療養費、一般は1日370円、指定難病患者は1日0円。入院時食事療養費、1日3食限度、一般所得者1食490円、指定難病患者1食280円、低所得者に、市町村民税非課税世帯の者等のうち低所得者1以外の者。減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日以下の者は1食230円、90日を超える者は1食180円。低所得者1、70歳以上の一定の低所得者、市町村民税の基準所得各種控除後の所得がない者は1食110円。入院時生活療養費、一般は1日370円、指定難病患者は1日0円。